ウォッチンドルフやサイヤーシフローラハエモドルムカは単子用植物のトガの一つで、およそ14族116種の多年生草本で構成される。主に南半球で見られるトガで、南アフリカ、オーストラリアやニューギニアの旧熱帯と、アメリカ合衆国南西部から熱帯アメリカの新熱帯に分布している。大きな球根や地下茎を持った多年草で、葉は根性で、線形。 または、博士城である。美しい花を咲かせる種が少なくなく、世界的には観賞用に栽培されているが、寒さに弱いため、日本ではあまり普及していない。最も知名度が高いのは、アニゴザントスやマクロピドアヤの、カンガルーポーと呼ばれる植物。仮名は、模式族であるハエモドルム族から来ているが、この俗名は、地の贈り物を意味し、 アボリジニが赤い地下茎を食用したことに由来する。エペジー、アイライン現在のアプジャイまで強くサメのトガとして存続している。かつてはユリカに近いトガとして設けられ、現在とは異なる族が多く入れられていた。ハエモドルムカの特徴は、鞘のある二列五星の角質の葉で、大きく肉質でしばしば吊るぎ型になり、前縁で平行脈を持つ。果女は中産カジョ、周酸果女。 双上過剰、または水上過剰で腸がにつく。花は毛が密生し、両性花で、倉庫名は主に昆虫によるが、鳥や小型哺乳類も関わる。ありがとうございます。